GU 春夏の新作出てんんじゃんえー、でもめちゃくちゃいっぱい出てんなこの時期にこんなにいっぱい出されてもでもなんかなー人気商品って結局変ななんかよくわかんねえ YouTuber とかが紹介してなんかすぐ在庫なくなっちゃうしなんだかんだ早く押さえとかないといけないんだよなーこのスーパービッグオックスフォードシャツとかいいしガーメントイニットプルオーバーとかいいけど ガーメントダイ・ニットプルオーバーってそんなさ格闘ゲームの技名じゃねえんだから何言ってんのかよく分かんねえよこれどれ買えばいいか誰か教えてくんねえかなと思ってるところのあなた大丈夫今日はですね GU の2024春夏マストバイ3選早速お届けします はいというわけで今日は今から買うべき2024年春夏の GU マストバイ3つ紹介させていただきます。 まあマストバイって言ってもまだ出たばっかりなんでまあ SS の中でこれがマストバイですっていうよりはまあ今新作としてラインナップされてる中でこの3つ押さえても損ないかもよぐらいの話ですね春夏全体を見てこのマストバイって言ってるわけではなくて今新作一覧で並んでる中でこの3つはいいアイテムですよという感じなので是非チェックしてみてくださいちなみにこの3つはですねインナー使いできるものを選んでいますので今寒い時期ですけれども寒い時期の 今買ってももすすぐ使えるものばかりだと思いますぜひチェックしてみてくださいその前に私毎週日曜日 MB アイテム自分のオリジナルブランドの新作を必ず出していますプラダとかエルメスとかが使ってる有名素材ですねリモンタナイロン素材を使った全く同じ素材使ってますけどリモンタナイロンを使った MA1 だったりとかイタリア縫製を使ったリモンタ素材のバッグだったりとかあとは僕がよくつけているシルバーシリーズオックスジュエリーというブランド名で同じサイトで販売しています ジュエリーだったりとか人気のアイテムたくさんありますぜひよろしければ何やってるのか見ていただくだけでも嬉しいです概要欄 MV アイテムストアのリンク貼ってありますのでぜひチェックしてみてくださいお願いしますそれでは本編行きましょうまず最初ガーメントダイニットプルオーバー長袖2990円こちらでございます3色展開ですねえベージュとグレーと僕今着てるのブルーカラーの3色でございます素材はですね綿100でリブ部分だけナイロンが入っている素材になっていますが コットン100%のコットンニットですね。ちょっと分厚い素材感にはなっているはいるんですけれども、まあ、コットン なんんででそななにこう肉感がなくてですね冬用のニットとと比べるとかなななり薄く通気性ののの高いいものになっていますなので一応やっぱり春向けではあるんですけどまあ見た目の通りですねあんまり別に春っぽいような風合いではないので生地的にもそんなに別に軽くて通気性はあるんだけどまあそこそこ厚くは見えるので今の時期にコートの中とかに差し込んでも特に違和感はないので今から買って夏直前まで使えるような感じだと思います。僕はこのアイテム少し 少しオーバーサイズできてショートパンツとかで合わせて夏の直前まで使おうかなというふうに思ってはいるので、まあ、夏直前までほんとそういう着こなしをしてもいいですしもしくは秋とかに使ってもいいです真、まあ、冬にインナーに入れると、まあ、ちょっと、まあ、もちろん少し寒いはあるんですけど見た目的にはあんまり印象としては悪くないので一応3シーズン使えるって思ってもらって大丈夫じゃないかなというふうに考えていますで、えー、ちょっと着てみたんですけれどもこんな感じですね僕 176cm、えー、66kg ぐらいでこれ WXL かな セルを着ていますこんな感じですねこれむちゃくちゃいいです超気に入ってますあのー、まあこの値段なんで2,990円なんでまあ、正直その雑に扱えるじゃないですかで ストウェアっていうのはさ、ニットっていうのは高いものが多いじゃないですか。まあ、普通の T シャツとかカットソーとかと比べると、いわゆるこういうニットってまあ、値段ぐっと上がるじゃない？まあだいたいブランドとかで買おうと思うと、こういう加工のニットとかって3万とか4万とかしてもねおかしくないじゃないですか。そうするとまあ、カットソーとかだったらまあ、雑に使ってもいいかもしれないけど、ニットってどうしてもどこどこで買っても雰囲気のあるものになると、本当3万以上覚悟しなきゃいけなくなってくるから大事に大事に扱わなきゃいけ。 なくなるから、ちょっとこう着るのにこう抵抗感があって、伸びたらどうしようとかね。そのちょっと引っ掛けたらどうしようとか、いろんなこと考えちゃうと、なんか汚したらどうしようとかね。いろんなこと考えちゃうと、出番が少なくなっちゃうわけ。だから、ニットよりも結局安価なカットソーとかスウェットでガツガツ使えるものを選んじゃうってう人多いと思うし。僕も実際そうなんですけど、これだったら、二千九百九十円だったら、別にそんなに気にせずガツガツ使って、伸びたら伸びたで、まあ二千九百九十円だしなんて諦めがつくじゃないですか。でも、二千九百九十円。 の見た目のクオリティじゃ絶対 ないいんですすいですすすよこれむちちゃゃくご何がすごいかっていうとちょっとこう素材実物見てみないとわからないところあるかもしれないんですけどまずガーメント台になっています製品にした段階でですねまあえー、と加工とか染め方っていろいろもちろんあるんですけど糸の段階で染めるものもあれば生地の段階で染めるものもあれば製品になってから染めるものもあるんですけどこれ製品になってからつまり縫製して完全にこの形になってから染めてるんですね。でそうううするとまあガーメント台って言ってこういう 糸で染めたりとか生地で染めたりすると均一に色が当然染まるわけなんですけどガーメント台でこう製品染めをするとですねこう縫い合わせてるこの縫い合わせの溝まではなかなか染まらないわけじゃないですか表面的には染まるけど溝は染まらない特にこニットって編み物ってまあ言っちゃえば溝だらけじゃないですか穴だらけじゃないですか編み物なわけだからそうすると編んでる中側はあんまり染まらなくてで表側は染まってくる。 わけですよねそうするとガーメンダイするとこういう感じで古着っぽい汗たような雰囲気になるわけ色ムラができるから見てもわかると思うんですけどちょっとマイクついてますけど見てわかると思うんですけど、まあ、ここが分かりやすいかなこのリブの部分とか表面は明るい色に染まってるけどこちょっと伸ばしてあげるとほら中の暗い部分が残ってるでしょ これあの製品段階で染めてるわけだからこういうふうにそれがガーメント台にすることによって長く使い込んだニットみたいな雰囲気が出せるので、ね、だからンテージっぽい雰囲気になるわけまあ最近本当にこういう古着加工のアイテムってむちゃくちゃ人気ですけど上品なこのニットハイゲージとかミドルゲージのニットを製品加工で古着っぽくするってむちゃくちゃかっこいいと思うんだけどどう どううしても高くなっちゃうわけですよねこれを2990円でやってるのは本当にすごいと思いますドレスライクなこういうハイゲージミドルゲージの丸首のニットを古着加工することで大人っぽいニットウェアカットソーとか T シャツとかと比べるとニットって大人っぽいでしょスーツの中とかに着るから。大人っぽいニットウェアなんだけど ちょっと崩れた古着っぽい雰囲気が楽しめるっていうところで、まあ、ドレスな要素とカジュアルな要素どちらも兼ね備えてるからすごく合わせやすいんですねデニム合わせても別に崩しすぎにならないしスラックス合わせても決めすぎにならないこのすごいこうニュートラルな感じがむちゃくちゃ使いやすいしでなおかつ見た目のインパクトもまあまああるからパッと見でおしゃれだって分かりやすいすげえいいアイテムだと思います でしかもこれ、裏目使いになってるんですよね。いわゆるこの縫い合わせの部分が、本来内側に来るものなんだけど、それをあえて表側に出してる、インサイドアウトになったりとか、生地自体もですね、これ、本来は多分、こっち側が表に使う面じゃないかなと思うんですよね。あえて裏側に使ってると思うんですよね。まあ、裏目使いにしてあってですね、本当に全部ひっくり返したみたいな雰囲気になってるから、表面のこのちょ若干の毛羽立ち感みたいなのが表現できていて、すごいこう古着っぽい印象が強くなってます。 思いますねでこれ3色あって3色とも買ったんですけど3色あって残りこの2色なんですけどこれ結構悩むところだと思いますすごい難しいんだけどベージュカラーが多分一番このガーメント台の雰囲気が分かりにくいと思いますね。本当ににこう普普通通製品染めとかしていないなのニットっぽくなって いるので、まあ、クリーンなのが好きだったらこのベージュカラーいいんだけど僕が今言ったようなヴィンテージっぽい雰囲気が楽しみたいっていう人はこの色を選ばない方がいいと思いますでこのネイビーかあとはこのグレーですねグレーカラーもまあガーメント台っぽい雰囲気はあるんですけどこのネイビーと比べるとですねブルーネイビーと比べるとやっぱりガーメント台のこの雰囲気っていうのがちょっと薄くなっているので個人的にはこのブル,ーブルーグレーみたいな色 これが本当に古着で、ラルフローレンとかの古着とかでよく見る色だしさ、もう本当にガツガツ着込んだラルフの古着とかの味がむちゃくちゃ綺麗に再現できてる。これ、本当に僕ね、GU の商品とかユニクロの商品ってみんなが喜ぶからもちろん紹介してるし、本当におしゃれだと思うから紹介してるけど、正直僕、家の中にま年間2000万とか3000万とか買ってるので、マルジェラもあればディオールもあればさ、サンローラーもあればさ、その中でわざわざ GU の服ってあんまり選ばないじゃないですか。 当たり前だけど3,000円の服を買う使うよりも30万出して買った服使わないともったいないって思いがもちろんあるわけだからまあちょっとそっち使おうかなって普通に思うじゃないそっちの方が、まあ、おしゃれだしさどう考えたって。なんだけどこれは今季結構使おうかなと思ってます。めちゃくちゃゃく雰囲気いいですよ 古着で探そうと思ったらこんなにサイズ感綺麗で今っぽいトレンドシルエットでねで状態がよくて使いやすいなんかね色とか柄とかがめちゃめちゃ入ってるわけじゃないしこんなの古着で探そうと思ったらむっちゃ大変ですよ。 すげえおすすめです。はい、続いて、スーパービッグオックスフォードシャツ、長袖 NT プラス E、2990円、こちらでございます。えー、今、僕着てますけれども、いわゆるスタンダードなオックスフォードのボタンダウンシャツですけれども、メ100ですね。スーパービッグサイズで作り上げております。これがね、なかなかかっこいいですね。オックスフォードの素材のシャツって、まあ、GU もユニクロも大得意ですけれども、これ、あの、GU だと、ユニクロのオックスフォードと比べると、ちょっとね、こう、チープな雰囲気があったりしますけど、これ でかななり上質なオックスフォード人になっていますオックスフォードっていうのはまあ,あのカジュアルでよく使うやつですけど、まあ、ちょっと素材のアップをわかるかなこの感じですねアルフローレンとかでよく使われるようなこれちょっとガサッとしてる素材感で、まあ、洗いざらしてシワつけたまま着てもかっこいいと思いますあの洗濯機かけて特にアイロンかけずにですねそのままシワシワに着てもかっこいいアイテムで逆にそのスーツとかで使われるシャツだと、まあ、ブロードとかって言われる素材がありますけどブロードの素材だと光沢感があってツヤがあるけど、まあ、シワ つけてて着るととととちょっっそその場合にによってはだらしなく感じられたりとかねねスーツだと特にそうです、ねまあ、ブロードをねシワつけて着るのもまたそれはそれであのカジュアルではかっこよかったりもするんですけれども基本的にはブロードはツヤがあって、まあんまりシワつけて着ない方が多いかなでオックスフォードに関してはカジュアルで着ることが多くてカジュアルな印象で,でなおかつシワつけてきても OK みたいなところがありますね、まあ、シャツっていう本当とにこうフォーマルな印象のアイテムなのでオックスフォードのシワがちょっと残るような風合いのものを選んであげたりすると あんまり決めすぎにならず普段着に使えるっていうのが、まあ、オックスフォードのシャツの大きなメリットかなというふうに思いますでそんなメンズの定番オックスフォードのシャツをですね、えー、スーパービッグサイズで仕上げてるのがこちらスーパービッグサイズって言うけどそんな別にダボダボしてるような雰囲気ではないですね割とこう日本のメンズのデザイナーズだと、まあ、一般的なぐらいのサイズ感かなというふうに思いますただこういうアイテムが出てくるとよく僕聞かれるんですけど MB さんスーパービッグオックスフォードって言ってるけどじゃあ 普通のオックスフォードシャツを3サイズぐらいアップして着ればいいんじゃないですかってこれわざわざ出す必要ありますかみたいなこと言われるんだけどれ全然違います普通のサイズのシャツを 3XL とか 4X ぐらいのサイズアップで着ると当たり前だけど身幅も肩幅も着丈も襟もこのカフスとかも大体全部がこうちょっとでかくなっちゃうわけじゃないですかすげえサイズ感がでかくなるのに襟の形だけ変わらないとかないじゃないですかちょっとはやっぱり変わってくるでしょ大体全部サイズのレンジに合わせて少しずつ 大きくくなっていくわけだから通常のサイズのシャツをあの3サイズとか4サイズとか上げるとやたらと首元が緩くなっちゃったりとかやたらと袖が長くなっちゃったりとか割とこうアンバランスになったりするわけね。まあ、そのアンバランスさをコーディネートで着こなしていくのも楽しいは楽しいし、まあ、そういうもんだとは思うんだけど。 だこのアイテムに関しては、身幅とか肩幅とかをゆったりしてるけど、着丈は正直そんなに大きくしてません。首周りもそんなに緩くしてませんで。襟のサイズも過剰にでかくはなってません。袖丈もそんなに長くなってません。リラックスサイズでビッグサイズ楽しめるんだけど、誰が着てもそれっぽくなるように各部整えてありますっていうのがこのアイテムのいいとこなわけですよ。だから、あの、中目黒とかさ、東京だと青山とか歩いてると、こういう大盤ーーサイズのシャツとかをかっこよく着こなしてる人とか、割とたくさんいらっしゃるけど、ね、お洋服。 好きなな人が集まる街なんでただでもそれを真似ようと思ってユニクロとか GU で普通のシャツをオーバーサイズで買おうとすると失敗したりするわけですよ。もちろんそれでも全然コーディネート次第ではうまくできるし上級者はむしろそっちを望んだりもするんだけどもこの GU のアイテムだと初めからサイズ感を調整してくれているから別にサイズアップしなくてもかっこよく決まるしでなおかつ各部をちゃんとバランスよく調整しているのでビッグサイズ抵抗ある人でも問題なく着れる。そして オックスフォードのシャツをオーバーサイズで着るとゴワゴワしちゃってなんかだらしなく見えたりすることが多いんですけどこの素材ねオックスフォードにしてはやや滑らかな素材感にしてあるのでちょっとだけ落ち感ありますまあそんなすごく落ち感あるわけではないんだけど通常のオックスと比べると少し薄手の素材になっているからそれがその分ねあんまりこう肩とか張らないんですよ硬いい生地でこうううオーバーバサイズのものもを選んじゃうと 肩がグッと張っっちゃって北斗の拳みたいになっちゃったりするんだけどこれはやや柔らかめのオックスフォードを使ってるからでなおかつ洗っていくとよりだんだん使い込んでいくとよりくたびれてくると思うのでももっともっととと雰囲気良くなると思います僕も今これ買ってまだ洗ってないのでこんな感じになってますけどこれ。 でいくともっとこの辺の膨らみとかがこうなくなっていって柔らかくなってなくなっていってもっとこう落ち感が出てくれて綺麗なシルエットになってくるのでオックスフォードみたいいいなこういううめのの素材っていうのはこう育ては育る楽しさがありますよねブロードとかだと育てる楽しみとかってあんまりないけどこれはもう着込んでいけば着込んでいくほどどん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 シルエット良くなるのが楽しめると思うのでここまでいろいろ考えてあって2,990円はすごくお値打ちなんじゃないかなというふうに思っています。やっぱり各部のパーツが綺麗に整えられている サイズ感もベスストバランなななんじゃいいかなと思います残念なのがこれですよねできればあの白とブルーだけじゃなくて例えばピンクカラーだったりとかグリーンっぽいカラーリングだったりとかいわゆるラルフ・ローレンとかがやってるオックスフォードのシャツのカラーラインナップでたくさん出しても全然売れるんじゃないかなとこれすごいいいアイテムなのに2色展開もったいないなというふうに思いましたそのぐらいであとはもうほんと完璧個人的にはすごく好みのシャツでございますはい、えー、最後はですね、えースカシアミ のシリーズですねスカシ編みニットプルオーバー長袖2990円とスカシ編みニットカーディガン長袖2990円こちらの2つのアイテムを紹介させてくださいこれあの同じシリーズのアイテムで同じ素材のはずなんですけど、まあ、編み地がちょっと違うのと色点も違うんですよプルオーバーの方は黒とえベージュとブラウンの3色展開になっていてカーディガンの方はオフホワイトと黒とカーキまあオリーブかの3色展開になっているのでアンサー アンサンブルっていうのは同じ素材感のものをインナーとこうアウターでアウターっていうか羽織で使うのは、まあ、アンサンブルって言ったりしますけど、まあ、アンサンブルは黒しかできなくなってます。まあ、で黒しかできないっていうか、まあ、編み地も、まあ、さっき言った通りだけど若干違うので本当に正しいアンサンブルかって言われるとアンサンブルにならないんですけれどもこれなかなかいいアイテムだと思います。透透かかしっっって言って、まあ、見て言見もらえば分かるるんんだけけどこうちょっとこう透けるんですよね ちょっと透けるかりますよねでこれが、まあ、言うてそこまで来た時にそこまでわ分からないんだけど、まあ、ほんのりインナーの色がちょっとだけ出るような感じになるので、まあ、インナー次第で少し表情を変えられるのも 面白さだと思いますね、まあ、あとは透かし編みだと当然通気性半端ないのでこれあの夏の羽織とかとかしても使えますねだからタンクトップとかにこれ羽織ったりしてもいいかもしれないし半袖で合わせてここにね素肌がチラッと見えたりしても可愛いと思うので短パンに夏の夜とかに T シャツ半袖の T シャツにこれをパッと羽織って夏の夜出かけるみたいなのも全然ありだと思いますそんなに暑苦しくも見えないと思うだから使う期間としては非常に長いと思います。で今のの時期とか中にニット合わせてその上に これをカーディガンとかを着てあげれば別にインナーで使っても全然違和感ないですし春先は今僕が着てるみたいにシャツの上に合わせても全然かっこいいですしまシーズン問わず使えるのがこの透かし編みのいいところかなというふうに思います。メンズはねこういううういいいい人多いと思うんだけけど透ててるもの嫌いっていうの嫌っ 本当によく聞くんですけど正直ですねシアとかまあ、こういう透かし編みってトレンドまだまだ続くので今のうちに抵抗感あのなくしといた方がいいんじゃないかなと僕は思いますまあ、本当にダメってどうしても苦手っていう人がわざわざ着る必要はないと思うんだけどただやっぱ透かし編みとか透けてるものって ちょっとセクシーな印象があって非常にその面白いですよ着こなしの幅がかなり広がりますなんか昔から T シャツとかシャツとか僕もオリジナルのアイテムを発売すると乳首透けませんかってすごい言われるんだけどあの正直僕はシアーの素材感でちょっとインナー透けるまあ、乳首とかは あのタンクトップ入れれば透けないのでタンクトップ入れて入れてください。ってだけの話なんだけど、タンクトップとかを少し透けさせるとほんとセクシーな印象になって、あのかっこいいのでぜひこういう透かし編みとかシアーのトレンドを取り入れるようにしていただきたいなという風うに思っています。まあ、カーディガンもね。どうしても僕はカーディガンって好きにあんまりなれなくて、なんか学生っぽいイメージだったりとか、公務員みたいなイメージがすごく強くて、あんまりなんか色っぽい印象がないんですよね。僕メンズのお洋服、自分が着る洋服で色。をす すごく大事にしてやっぱりいい10代とか20代の男の子だともう見た目の印象だけでも何着てもそこそこかっこよくなると思うけど304050とかどんどんね年齢進んでいくことにどんどんその本人くすんでいくじゃないそうすると色気がなかなかなくなってくるじゃないですか,かちょっとね着こなしで色気をプラスしてあげてセクシーな印象をつけてあげたりすると男性はもっと魅力的になるかなと僕は思うので着こなしの中でどう色気を作っていくかっていうのをすごい考えるんですが。カーディガンっっってやっぱりちょっと可愛くな 学生っぽい公務員っぽい雰囲気でナチュラルな雰囲気でなんかあんまりこうそそられないんですがこういう透かし編みだとチラッとこうインナーが見えてくれてセクシーな印象が加えてくれるカーディガンの中でででもこれは僕結構お気にに入りでございます特に黒がいいますす特黒がねあのオリーブとかホワイトとか、まあ、こっちのプルオーバーもそうなんですけど色味使ってる方は正直素材が別にすごいいい素材かって言われるとそんな別にいい素材ではないので正直発色そんな綺麗だとは思わない 思わないです。オリーブカラーとかもですねまあなんかこう。 もうちょっと暗い色の方がいいのになって正直ちょっと思ったりもしてますなんかいかにもなんかそんなに高いアイテムじゃないだろうなーってバレちゃうような風合いになってるのでこれ選ぶんだったら黒がいいかなと思いますね黒に関しては高級感もありますしおしゃれっぽく見えるのでおすすめでございますごまかせますねこれ素材感もコットン100になってるのであの、まあ、少しあの厚さはあるんですけれどもホ、うんうんとオールシーズン使えるぐらいの風合いになっているから幅広く活用できるんじゃないかなというふうに思いますインナーにに使っても邪魔なならないぐらいいぐ 厚さになってますからインナー要因としても羽織としてもガンガン使えるいいアイテムになっていると思いますカーディガン苦手な人にぜひ着、えー、ていただきたいアイテムかなという風に思っておりますはいというわけで今日は GU2024 年春夏のおすすめアイテム3つ紹介させていただきました今の時期からインナーとして使えるアイテムばかりでございますぜひチェックしてみてください私メンバーシップやっております YouTube メンバーシップでは GU とかユニクロの話以外にハイファッションだったりとかね、えー、ハイブランドメゾンの話とかファッションの歴史の話とかたくさんしております もしよろしければファッションを専門的に勉強するチャンネルとして登録してみてください概要欄の方にメンバーになるボタン出てますのでチェックしてみてくださいそれではまたお会いしましょうその前に高評価とチャンネル登録もお忘れなくまたお会いしましょう MB でしたバイバイ